それすの、佐久間大介が藤岡弘、と、白い妖精、お古城捜索。岩本テルは野食ハンターと幻のレアキノコ探し。12月15日、金曜日放送の、それスノーマンにやらせてください、は、それスノーマンにチャレンジさせてください、を送る。今回は個性あふれるスノーマンがメンバーそれぞれの趣味や特技を活かしてその道のプロに弟子入りし、体当たりでチャレンジしまくる企画、それスノーマンにチャレンジさせてください。2匹の保護猫を飼っていて大の動物好きの佐久間大介は、長野県の志賀高原で冬の時期しか見られない、白い妖精、と呼ばれる幻の動物、お古城、探しへ、お古城を実際に見たことがあるという強力な助っ人として藤岡弘、と娘の天正愛を仲間に加え、大自然を捜索。険しい山の中で、激レアな野生動物が続々と出現。白い妖精を見つけることはできるのか？登山やキャンプを愛する山大好き、岩本テルは、山梨県のとある山へ。今年7月の放送でもロケを共にした、野食ハンター、竹本明さんと共に狙うのは、1年でおよそ1週間しか取れないという、幻のキノコ。前回の竹本さんとのロケで幻の川魚、カジカ、の捕獲に挑むもゲットできなかった岩本は、今回こそ幻のキノコをゲットするべく気合十分。味は松茸以上とも言われるレアキノコ、果たしてゲットなるか？激レア動物&キノコに、スタジオゲストの藤岡弘、いや森泉も驚きの連続。さらに、スタジオには絶品のキノコ料理も登場する。